しかし、マジか？それじゃ。おや。ようお帰り。ちょっと焼けたか。どうだった？ハワイ。かぶれてる。まあ気持ちはわかるけどな。お前らが遊んでる間に厄介なことになってるぜ。意外な売れ筋の商品がマスクや予告状カードらしいんだって。こちら、グッズを取り扱っているお店の収益をグラフ化したものです。去年の倍。これはもう怪盗特需だよね。こんなの売ってたんだ。うちでもやってみる？怪盗グッズ。凍らせてみるか。怪盗だけに怪盗なんつって、やんねえからな。巷のこの現象を出演者の皆さんはどのように捉えているのでしょうか。明石君どうかな。そうですね。でーと、アンチ怪盗の探偵出現して自爆しろ。彼らにはいわゆる義賊っぽさ、それを感じるんです。大衆が無言のうちに感じた鬱憤を彼らが巧みに汲み取って晴らしている。それが人気の秘訣なんじゃないかと。意外だね。前と言ってることが変わったけど。危険な存在であることは変わりありません。でも、いや、これ以上言うと。いいよ、言っちゃおうよ。ダメですって、乗せられませんよ。前の炎上で懲りてるんで。泥棒が警察や政治家を押しのけて大人気か。世も末だな。失礼。何怒ってんだよ。ちょっと便所、客来たらよろしくな。解析終わってる。例のこれから集まる。
時差ボケかよ。なら明日。お帰り。旅行帰ってきた日なのに感心ね。お土産買ってきたよ。囚人学園の校長が亡くなったわ。え？道路横断中に立ち止まって大型車両と衝突、外傷性ショック死、自殺の線が濃厚らしいけど。自殺？校長先生が？でもこれから自殺しようって人間が警察署に向かうかしら。しかもタクシー使って。事件ってこと？心境の変化にしても不自然よ。改心としか思えない。怪盗団に狙われたっていうの？そんなはずない。どうして言い切れるの？だってこれまでのケースからしたら、改心させるのは自白させるためでしょ。行動が矛盾してるっていうか。最近校長に変わった様子は？ちょっとわかんない。生徒とあまり接点ない人だから。そう、修学旅行中何かあったのかしら。ごめん、お勉強中だったよね。邪魔したわ。誠、いや、何でもない。変なことに巻き込まれちゃダメよ。おいっせこれ、例のあれでしょ？校長の。これより緊急朝礼を始めます。すでに知っている方も多いと思いますが、昨日校長先生がお亡くなりになりました。自殺って本当なのかな？警察署の真ん前だったんでしょ？私ちょうど近く歩いてたと思う。鴨志田元教諭の事件後、校長先生は学校に平穏が戻るよう尽力されておいででした。皆さんが変わらぬ学園生活を送れるようにという
校長先生の愛情であり。いや、愛情とかちげえだろ、隠蔽だろ、みんな言ってるっつーの。もしかして自殺じゃなくて例の怪盗に成敗されたとか。怪盗？あいつらって殺しやるの？でも鴨志田の時って死んで詫びますだったし。だったらすごいね。ま、どの道自業自得だけど。ちげえよ。校長には何もしてねえ。やっぱりこれ私らの。私が言いたいことは、亡き校長のご意志に報い、皆さんには我が校の生徒として一層の。痕跡には気づいていた。本当に私のノートからデータを抜いたってこと。こればかりはどう考えても一味の中に誠がいないと不可能。いや、でもそんなバカな真似。それに囚人の校長の件に一切関わっていないという話は本当なの？今更学校関係者を狙い直して命まで奪うというのは不自然ね。全てを信じる気なんてさらさらないわ。でもどうやら君は保身で嘘をつく人種とは違う。認めるべきところは認めるわ。その方が合理的だと思うだけよ。いいわ。そろそろ本題に移りましょう。私の捜査情報を見たなら、あなたは奥村に私と同じ疑いを持ったはず。しかもパレスを覗いたなら、その答えも見たはずよ。教えて。怪盗団は奥村に何をして何を知ったの？なぜああいう結果になったの？聞かせてもらうわよ。お姉ちゃんのデータの話の前に、校長先生の件だけど。もうネットで話題になってる。怪盗団の仕業とかには今んとこなってねえけど。週刊誌で鴨志田事件の隠蔽が抜かれたろ。あれを苦にした自殺と思われてるようだ。もしかして校長の自殺って私たちにも責任ある？どういうことだよ。私たちが鴨志田を改心させなかったら起こらなかったことなんじゃ。やんなきゃ。やられっぱなしだっただろ。ネットは死んで当然って意見多い。隠蔽するのは悪って。コメントも似た空気だな。怪盗団だけが俺たちの味方だ。警察も政治家も一度みんな怪盗団にやられればいいのに。ニュースもだけど、怪盗団のグッズとかまであるんでしょ？こんな騒ぎ想像してなかった。社会の真っ当な大人より
正体不明の怪盗の方がよほど信じられるって論調だな。個人の罪どころか社会問題まで怪盗に解決させようとしている。ちょっと怖い。私たちがしてること本当に正しいのかな。実際隠蔽はやってたわけだろ。要は自業自得じゃねえか。それは。おいおい、本題に戻れよ。新島のデータの話だろ。お稲荷頼む。なぜ俺なんだ。新島健二はまず一連の連続事件のうち明らかに事故や病気でない不審なものを抜き出している。それらに共通点がないかを探っていたらしい。憶測の部分もあるようだが、過半数の事件で大きな利益を得る立場にあった存在を特定している。株式会社奥村フーズおよびその代表取締役社長奥村邦和だ。奥村、なんかどっかで。ビッグバンバーガーだ。ビッグバンバーガー、マジかよ。言われてみればここ何年かだよね、ビッグバンバーガーが有名になったの。ハワイにまで支店あったし。競合他社に不祥事やら役員の退任やら棚ぼたが不自然に多いとここにも書いてあるみたいね。事件か事故かもわからん話なのに特定の社長ばっかり得してるなんて怪しすぎんだろ。そいつが故意に起こしてる事件って考えた方が自然だ。それはわかるけど。根拠ならまだある。でかいのがな。双葉、あの話してやれよ。もう奥村の名前鍋に入れてみたし。こいつにはパレスがある。ならもう次のターゲット確定じゃん。そういうことだ。奥村はランキングの上位だしな。待て、悪人だと決まったわけじゃない。迂闊に飛び込むと。それにこの世間のブーム、正直君が悪い。うん、なんか今の盛り上がり普通じゃないよ。少し落ち着いてからの方が。あんまでなんだよ。期待の声を裏切っちまうつもりかよ。いや、マジかよ。今日は全会一致は無理そうだな。やれやれ、お前らまとまりなさすぎだぜ。尻込みか。見てらんねえよ。龍二だって理屈で言い返されたらすぐに黙っちまうし、しょうもないぜ。あ？まあ龍二だしな。最近じゃ怪盗人気でモテたいとかしか言ってねえし、人気で浮かれるのも結構だが独りよがりはいただけないな。てめえこそ自分の目的で動いてんだろ。姿が変わっちまっただけで我が輩は立派な人間だ。少なくともお前みたいな煩悩丸出しのパツキンモンキーよりはな。てめえ！いいだろう。奥村なんて小物、我が輩一人で十分だ。残念だったな。廃人化の謎を解く手柄は我が輩のものになりそうだぜ。実際お前より役に立ってたじゃねえか。おい、引き捨てならないぞ。どっちが役立たずか思い知らせてやる。
おお、見せてもらおうじゃねえか。リュウジやめなって。どうやらここに我が輩の居場所はなさそうだ。なら今日限りでお別れだ。待ってよ。じゃあな。どうせすぐ戻ってくんだろう。さあ。面白くないわね。大衆は怪盗団は正義で一色、例の校長の死にも無関心。面白くないのは僕もです。テレビであんな発言をしたせいでそうすかんだ。ま、批判くらいで折れる気はないですけど。こっちだってやられっぱなしじゃない。先月のハッカーの件で持った疑惑が囚人の校長の死で確信に変わったわ。最近の廃人化や精神暴走の件、怪盗団の仕業よ。根拠は奥村フーズですか？調べてましたよね。最近奥村の周りで廃人化の事例が多発してるらしいの。奥村と怪盗団との間に接点があればくれないと困るけどね。見切り発車ってことですか？憶測だけで言ったんですか？真剣の資格停止なんて。通い詰めてるお店のマスターによくそんなこと。事件を解決するためよ。特捜部長の後ろ盾があるからって最近ちょっと強引ですよ、紗英さん。警察からすればほとんど縄張り荒らした。後で痛い目見ても知りませんよ。それ上からも言われたわ。まずは怪盗団の手口です。それがわからないと警察も動けませんしね。こんな特別な相手に規則通りの捜査じゃ尻尾なんてつかめない。こだわる必要あるの？規則を無視して世直しですか？それ怪盗団と同じですよ。精神暴走事件の犯人を捕らえる、その気持ちは同じなんですけどね。我が輩としたことが。始末する。放置せよ。猫一匹かまっている時間などない。やっぱり一人じゃ無理なのか。ひどい。なんだ、よく見えねえ。誰と主。はよ。Thank you.
っぱ怪盗しかねえよ。困りましたね。君、わかりますか？帰ってこない。腹減ったら帰ってくるよ。続きましてニュースです。本日未明、奥村フーズ本社ビルの窓ガラスが多数割られているのが発見され、他にも奥村氏の銅像が倒されるなど多くの被害が。誰かに恨まれでもしたかね。侵入者の形跡がなかったことから犯人の特定は困難が予想されます。Thank you.